キリンホールディングスの CSV 戦略部の藤原と申します。本日はですね、私どものですね、TCFD シナリオ分析と環境戦略についてお話をさせていただく機会をいただきまして、ありがとうございます。ではですねあの、これからお話をさせていただきます。 今日おお話しする内容は3つになっております、えっと今日この後です、ね、あの2つの会社様もお話しされることになっておりますがあシナリオ分析を進めておりますと、えっと、事業内容、事業地域によって、まあ、あの大きく変わってくるということが分かっておりますので、えー、まずはです、ね、私キリング,グループのとについてあの簡単にご説明をさせていただきます。えっと それからですね、えー、っと主にあの物理リスクについてお話をした後に、えー、それに対する対応戦略ということでお話の方を進めていきたいというふうに思っております。では、えーえー、まずはあの我々の会社のお話をさせていただきたいというふうに思います。私ども、キリングループですね、えー、パッと見ていただくときに、えーまあ、左側にあります食料域。 の飲料事業というものが中心になってくるというふうに思われている会社様が多いかというふうふに思いますけれども、えー、と実は私どもはですね、えーえーとえー、右側になりますけれども、医療域として医薬の事業というものを持っております。えー、とこれはですね、えーえー、と共和発行と 私たち1980年代からです、ねえー、とオーガニックに医薬品の事業をやっておりますけれども、あのそこのです、ねえーとえー、戦略的な提携によって、まあ、生まれた事業ということになっております。でさらにです、ねえーと、その中間にです、ねえーえー、とヘルスサイエンス事業というものを持っております。 えっと、キリングループですね、CSV、えー、と,というものです、ねえー、っと経営のです、ね、中心に置いております、えー、健康、それから地域社会、コミュニティから、えーけんえー、っと環境と、まあ、種類メーカーとしての責任、えー、というもの、4つのパーパスを定めて、えー、取り組みを進めておりますけれども、えー、っとその中の一つとして、えーまあ、環境、 設定して取り組みを進めていくという形になっております。えっ、ー、と我々ですねあの事業といたしましてはあの取り組みといたしましてはたくさんの取り組みをしております。えっ、ー、と気候変動対応ということでもでいますね。えー、SBT の1.5とおそれからですねえっ、ー、と R100 といったああまあ緩和の取り組みをしておりますし、えー、適用につきましてもですね本日お話をする内容以外にもさまざ、あ、まな取り組みを。 行っておりますけれども、えっ、ー、と本日についてはですね、あのご入場ありましたし、まあ、時間の制約もありますので、えーと、気候変動の物理リスクについてですね、あの絞ってお話をさせていただくようにいたします。えー、詳細につきましてはですね、あの環境白書、えー、それからですね、えっ、ー、とウェブの方で開示、えー、しておりますので、あのぜひそちらの方であの見ていただくようにお願いをいたします。 ではです、ね、あのシナリオ分析について簡単にご紹介をしていきたいというふうに思います。えーとまあ、2017年の6月の末に、えー、TCFD の最終的にが表彰されましたが、えー、とキリングループはです、ね、そのずっと以前からノンサムスと水に関してさまざまなリスク把握を行ってまいりました。えー、年には、 生物資源でリスク評価を行いまして、紙、それからパーマ油、紅茶葉で高度計画を作って取り組みを進めてまいりました。水の方もですね、2014年にはまあ自然資本と事業者の水リスクというの評価を行いまして、2017年にはマルチェーンでの水リスクについても把握をしております。でちなみにですね、紙の取り組みにつきましては、昨年ですね、11月末でキリンビール、キリンビバレッジ、メルシャン。 使用しておりますすべての種類の紙容器についてですね、FSC 認証紙の使用比率100%を達成して、今後、グローバルに適用していく予定にしております。 まあこのような背景がございましたので、2017年に TCFD の最終提言が表示されましたときにです、ね、まあ、蓄積された知見で対応できるのではないかというふうに考えまして、2018年6月末に、まあ、試行的なものではございましたけれども、シナリオ分析の結果を環境局長の中で解除いたしました。でその後、年年を含めめて、おおむで提言が求める、 開示ができることを目指しまして、え2019年には原料農産物の気候変動による収量減とカーボンプラッシングの影響を、2020年にはあ温暖化による事業機会えと今年21年にはですね、気候変動による原料農産物の収量減が上達コストに与える影響などを試算して公表をしております。 えー、水リスク、水ストレスの調査、評価についても2018年以降は、ね、TCFD のシナリオ分析の一環として継続して分析し、開示を行っております。えーまあ、シナリオ分析としましてはです、ねえーと、ここにありますような急性リスク、慢性リスクを含む物理リスクと、まあ、移行リスク、事業機関について、えー、試算をして、えー、財務インパクト等も開示をしております。 それではです、ね、あの典型的な物理リスクであります、まず1番目に農産物の収量源、2番目に農産物生産地の水問題、そ3番目、最後に事業所の水問題という3つの物理リスクについて、少しシナリオ分析て少し詳しくお話をさせていただきます。今見ていただいているものが、気候変動による農産物の収量源の調査結果というふうになっております。 農産物によって影響さ様々でございますけれども、大麦とかホップ、コーヒーといった農産物で大きな収量減が予想されていることが分かります。で、このグラフはですね、その気候変動による収量減によって、調達コストはどういった影響を受けるかということを表したグラフになっております。 赤の線の範囲の中に入ってくるんだろうなというふうに想定をしておりますけれども、例えば4度シナリオでしたら、2050年の時点で最大で,です、ね、120億円の影響があるというふうに試算をしております。次がですね、農産物の生産地の水ストレスということになります、つまり、ガ水についての調査でございます。 えとこの分析からですね、まあほとんどの産地で、えー、かなり深刻な水ストレスが予想されているという形になっております。でえー、と国内ではです、ねあのーえー、と2017年にはです、ね、ウォーターフットプリントについて、えー、試算をしておりますけれども、2018年あーオーストラリアのビール事業でありますライオンでもです、ね、2018年に、えー、とウォーターフットプリントの方を試算して開示をしております。 で次はです、ねえーと、水リスクの事業所に対する、まあ、水リスクと水ストレスの調査の結果という形になります。えー、とこの、えー、と四角のところが1、ねえー、つの工場を表しておりますので、まああのえー、とどの地域にです、ね、どのくらいの工場があってです、ねえーまあ、どのくらいのリスクがあるかというものが、まあ、色で分かるようにしております。 でこちらはです、ね、あの水の使用量を、えー、と円グラフの大きさにしておりまして、えー、リスクをです、ね、色で表している形になっておりますで、えーと。見ていただきますと、オーストラリア、タイではです、ね、水使用量は少ないんですけれども、まあ、リスクは非常に高いということが分かります。で日本の場合、逆にです、ね、需要規模が多いので大きいので、えー、水使用量が大きくなるんですけれども、お水リスクで、まあ、深刻な場所はないという感じになっております。 でえー、合わせてですね水リスク、水ストレスによる、まあ、事業所のですね気候変動による、まあ、例えば洪水などの影響による、まあ、被害額についてもですね試算を行っております。<laughs> ではあの次に、ですね、まあ、こういったシナリオ分析の結果に対して、ですね、えーまあ、どのような対応するかの戦略につきましてお話をさせていただきます。 一番目に、原料の生産地の応援支援について、二番目に、気候変動対応に活用可能な R&D について、えっと、三番目にですね、収量減が予想される農産物に依存しない、依存しない製品について、そして四番目にですね、えっと、農業生産地の水問題への対応といった、ま、レディエースに高める四つの戦略と、最後に、気候変動に対する商品での貢献という、ま、事業機会についてお話をさせていただきます。 とまずは農産物生産地の持続可能性を高める対応についてでございます。えー、とキリングループではです、ね、午後の紅茶の主要な原料生産地でございますスリランカで、えー、レインコレスタランス認証の取得支援というものを2013年から行っております。ことしはです、ね、実は午後の紅茶の発売の35周年になります。で35年間です、ねあのー、ありがたいことにダントツのシェア1位になっております。 左側を見ていただきたいんですけれども、まあ、この話をするとちょっと驚かれることも多いんですけれども、実は日本が輸入している茶葉の半分ぐらいがスリランカ産の茶葉になっておりますで。その輸入しているスリランカ産茶葉のですね、えっと、実に4分の1ぐらいを午後の紅茶で使っているという形になっておりまして、まあ、それだけ大きなブランドということになります。まあ、一方で、ですね、原、え、料、っと、の茶葉はかなりの割合をまスリランカに依存をしているという形になっております。 でまあ、こういったスリランカの依存度が高いというものに対しまして、まあ、持続可能な農園認証を取った農園の茶葉を買うという解決策もありましたが、まあ、それではですね、えーまあ、お金がなくて、例えば認証を取ることができない農園というものを入り捨てることになるというふうに判断をいたしまして、えー、紅茶農園が、ね、認証取得する支援というものを20、えー、2013年からも行っているということになっております。<laughs> もともとこの活動は、ですねあの例えば紅茶、えー、農園がです、ねまあ、森林破壊につながっていたり、まあ、人権侵害をしたり、まあ、そういったことがあるといけないなということで、まあ、認証取得支援というものを開始したんですけれども、まあ、実際にやってみますと、実は、レイホルスンアライアンスのトレーニングの中にはです、ねあの、豪雨で、まあ、肥沃な土壌が流出しないようなトレーニング項目もありまして、えー、実際にはあの気候変動にリリを持つ農業を教えることにつながっております。 さらにですね、今年し、実はレインフォルス・タラス認証の企画が、まあ、大きく変わりまして、えー、と気候変動へのレジ,レジリエンス対応というものが、まあ、認証システムのかなり大きなテーマに位置づけられることになりましたので、さ、ま、ら、あ、にあの気候変動のあのにしっかり対応できる農業ということでの貢献、まあ、はできるんじゃないかなというふうに考えておりますで、えーと。昨年の末の段階でございますけれども、スリランカ全体で、まあ、認証を取っている大農園の、まあ、約3割。 相当するまあ93の円がまあキリンの支援で認証を取得するとしているという状況になっております。で8月にはですねあのこのアニメの CM ご覧になった方もおられると思いますけれどもおこの認証茶葉を使ったあ髪の毛に入った製品というものをおまあ初めて発売をしております。まああのこの商品によってですねえと、ー、まあ気候変動があこの午後の紅茶の原料があ原料を作っているまあ水産からの紅茶のようにどのようなあ影響を与えるか。 でそしてですね、えー、とその農園の方々があまあ持続可能な茶葉を作るためにどんなふうにバックローされているかを、まあ、お客様に、えー、知ってもらうということにつながればいいかなというふうに思っております。はい、では次はあの植物大量増殖技術についてお話をさせていただきます。えー、と実はですね、あのー、つい2時間ほど前にリリースが出まして、えー、と宇宙 ステーションの、ね、希望でですねあのこの技術を使って、えーとえー、実験をするというのが出ておりますのでまた気をあれば見ていただければと思いますけれども、えーまあ、この技術はですねあの 我々の,あのキリンホ法律の中央研究所、キリン中央研究所が持っている植物大量増殖技術というものになっておりまして、気候変動にも対応できる重要な研究成果であるというふうに考えております。まあ、キリンはあの以前植物技術、植物事業を持っておりまして、まあ、その時にあの開発された研究成果になります。えーまああ 同じえー、と非常に良好な苗、または同じ特性を、まあ、あ持っている苗をですね非常に短時間で、えーまあ、植物によりますけれども、まあ、数万から数十万、まあ、作ることができるという技術になっておりまして、温暖化に対応できる農産物が解、ま、用、あ、された場合にです、ね、短時間で増やして、まあ作,物えー、作物の面積を増やすのに、まあ、対応が可能であるというふうに考えております。 で右側に載っておりますのは、今年のリリースを出したものになりますけれども、実はブリジストン様がです、ね、タイヤの原料のパラゴムの木に代わるですねグアユールという植物の有料種を得るために、この技術を活用していただいて、共同研究をしております。同じようなことがですね気候変動タイヤの農産物で可能ではないかなというふうに考えております。 3番目はです、ねあの、大麦に依存しない増長技術ということでご説明させていただきます。えー、と先ほどです、ね、あの大麦につきましては、まあ、気候変動の影響で、まあ、大きな収量減が予想されると,いるということをお話をいたしました。でえー、と左のグラフを見ていただくと分かりますけれども、キリンはです、ね、あの発泡酒でしたり、爆、えー、を使えない新ジャンルでです、ね、あのトップシェアを持っております。 で発泡酒ね、新ジャンルはです、ねまあ、大麦を全く使わないか、またはあの使用量を大幅に減らしておりますので、まあ、そういう意味では大麦の,あの気候変動による収量減の影響というものはまあ小さいと。 限定的であるというまああの発泡酒とかですねシンジャルはですね、えー、と原料としては、まあ、大,大豆であったりとか異性化糖を、まあ、使っておるんですけれどもまあこれらの原料の産物、まあ、産地によっては異なりますが、まあ、我々が主に使っているところについてはです、ね、比較的気候、まあ、変動に対してレジ、まあ、スを持っているということが分かっております。 このジャンルでも大きなシェアを持ち続けることによっても、美味しい製品、継続的に提供することも可能ですし、気、ま、候、あ、変動に対しても、レ、まあ、ジリスを持てるという形になるんじゃないかなというふうに考えております。で、最後はですね、あの原料生,農産物生産地の水問題という形になります。で、バリューチェーン上の上流のです、ね、水問題という。 これの解決というのはです、ね、なかなかあの企業としては難しくて、あ手を出すということはやりにくい領域というふうになっておりますけれども、あの私たちの場合は、ですねあの長年スリランカでの、うんまあ、活動をやっているということで、まあ、そのネットワークを生かしまして、えー、紅茶農園の中の水がちの保全というものを2018年からあー行っております。 えとマイクロウォーターシェットというものが、まあ、紅茶の農園の中にございます。あのまあ、小さな水源になっておりますけれども、うん、スリランカの紅茶農園というのはですねあの、スリランカ中央の山岳地帯にあることが多いものですから、まあ、下流の都市にとっては非常にあの重要な水源になっているということになっております。でえー、と今年2021年2021のの3月末の時点でもに えと12カ所の,12所のまあ保全を行っておりますけれども、まあ、さらに継続して保全活動というものを行っていきたいというふうに考えております。で最後に、ね、気候変動の事業規制についてあのご説明をしたいというふうに思います。あの左側からご覧ください。えー、それからこちらの農園で GG センスの向上の取り組みにつきましては、農園認証を取っております農園の茶葉を使った製品につ、ま、な、あ、がっております。 で午後の紅茶を飲んでいただいているお客様に、ですね、あの持続可能な農業を推進する、まあ、すりゃかの人たちの存在を築いていただきまして、またですね、よりあの午後の紅茶を好きになっていただくと。 いうことに、まああ繋がっていけばいいなというふうに考えております。で、真ん中はあの熱中症の対象対象の飲料という形になります。あ、日本ではですね。まあま温高によりまして、えっ、ー、と熱中症の急激搬送数がですね。えっ、ー、とまあ、最悪2倍から4倍になるというふうに言われております。で、このあの熱中症対策飲料の分野で,ですね。我々はあのソルティーライチという非常に強いブランドを持っておりますので、まあ、これは製品によってまあ貢献できるのではないかなというふうに考えております。 最後に右側になりますけれども、温暖化が進みますと、ですね感染症にさらされる人口が増えるというふうに言われております。で、この問題に関しては、ですねあの免疫を維持するプラズマ乳酸菌の商品に貢献ができるというふうに考えております。まあ、最近、CM も入れておりますが、イミズということでご覧になった方がいわれるかもしれないと思いますけこれがあのその製品になります。 であの先ほど、ですねこのグラサの乳酸菌が、まあ、デング熱にも有効であるということが分かりましたので、育しております、まあ、より大きな、まあ、貢献につながることを期待をしております。で、この図では、ですねあのそのバルチェーン上流の、まあ、農地で、まあ、生物資源やあ水資源の問題が、また、ですね、えー、と容器放送の分野では、軽量化や、まあ、持続可能な決 c 認証のお使用が、さらにあの製造ではです、ね、省エネとか再生可能エネが、 そしてまあ、商品でもですね。まあ、気候変動の問題に対応できるという繋がりを示しております。まあ、このようにですね。あの環境問題というのはですね。符合的に発生をいたしまして、まあ、相互に影響するものであるというふうに理解をしております。 生物、えー、資源、水資源、容器構想、気候変動といった課題に対しまして、えーまあ、統合的に取り組み、まあ、解決をしていくというのが、まあ、キリングループのアプローチの姿勢でございます。まあ、バラバラな課題だというふうに捉えがちでありました環境ビジョンの4つの課題が、まあ、シナリオ分析で、まあ、統合的に語ることができて、まあ、理解されるようになったことで、まあ、キリンの取り組みをさらに進化させることができるようになったというふうに考えております。えー、っと今月っ 開示されました、まあ、TCFD のです、ね、インプリメンティングガイダンスでも、飲料事業につきましては、まああの、同じような統合的な開示についての研究がございました。えー、と今後、ですね、えー、TFND や SBTN など、まあ、生物多様性や水を含む自然資本についても、対応を期待されるところでございますけれども、まあ、個別の対応ということではなくて、まあ、キリングループの事業の事実向上を乱しまして、ブランド代表商品を通じて、まあ、価値を提供する取り組み、まあ統合的、不合的に進めたいというふうに考えております。 右下のところなんですけれども、えー、っと実はです、ね、あのキリングループにはです、ね、生の理系という考え方が、醸造担当の方にございます、まあ、これはです、ねのえー、っと原料の農産物ということだけではなくて、まあ、醸造も公母、ねまあの力を借りているということで,です、ねえー、命に対してまあリスペクトを持って事業をやっていかなければいけないとい考え方になっております。 えっと我々もですねあのこのシナリオ分析というものに取り組みを始めました場合時にですね、えーっとまあ、あの気候変動といいますと例えばその GHG の削減のグラフであったり太陽光発電の写真であったりとか何かそのちょっとお冷たい感じの、えー、無機的なイメージを持ちがちでございますが我々はこういった事業でございますのでですね、えーまあ、実はシナリオ分析をやるときにも まあ、あの農地まあ、そこで、えー、生きている生き物や。まあそこで働いていらっしゃる人々まあ、そういったあの手触り感を持って、えー、これはあの解決していかなきゃいけないなというふうに考えて取り組みを進めてまいりました。えー、っとここに載っております。成獣、これはですね。実はあえっ、ー、とに置いておりましてですね。えー 草を折りたくない、えー、それから、えー、下のですね虫を踏みつけたくないということでまあ空中に浮いているということでまあこれはキリングループのシンボルになっております。えー、まあこういったですね成獣キリンをまあいただいている事業としてですねこれからもですねえー、と自然と人とに、えー、まああのー、ポジティブなインパクトまあ創出できるようにまあ挑戦を続けていきたいというふうに考えております。あの以上で私の発表を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。